講習になるとこういうこと起きますよっていうの。ちなみに俳句講習とか冬季講習とかで最高どれぐらい稼いだりありますか？誰よりも稼いでました。初めて一周がした。そうで始まりました、まちチャンネル。さあ、今回はですね、はい、はい、教育100年チャンネルの平野と申します。よろしくお願いします。いや、久しぶりに平野さんにおいでいただいたんですけども、はい、ここはちょっと塾あるあるというのをですね、やってもらうということで。わかりました。どんなあるあるなのかちょっと聞きたいなと思います。じゃあ今8月のもう初旬なので、まあちょっと夏期講習に限定した話なんですけども、夏期講習になるとこういうこと起きますよっていうのをちょっと話していきたいかなと思います。 お金の話もあるんでぜひ聞いてください。一発目からお金の話から言っていきたいと思います。はい、中堅塾ぐらいだと学生、大学生ですね、もしくは大学院生のアルバイト講師でも夏期講習頑張ると夏期講習だけの給料が60万とか70万ぐらいまで到達するっていうのが、はいはい、はいはいはい。これ面白いのが、だいたい入社1年目2年目ぐらいの正社員の子の月給とボーナスを足した金額と同じぐらいなんですよ。おお、なるほど。なので学生のアルバイト講師の方は夏期講習、まあ、ものすごい入るんですね。ちなみに具体的にどれぐらい入るかっていうと、まあ、朝9時の授業から、まあ、だいたい21時半ぐらいまで行われる授業、まあ、だいたい6コマぐらいだと思うんですけど、1コマ90分6コマの授業をフルで入る感じです。うん、で、これをまあ1日の休みもなしでってのは無理なんですけど、うん、7月半ばから8月末ぐらいまで、まあ、30日ぐらい出勤するとそれぐらいの金額になるかなっていう思います。そうですね、まあ普段はね中学校とか小学校、まあ高校でもそうですけど、塾っていうのはね夕方から夜しかないものが、それが朝から行われるようになりますから、まあ当然塾にとってもドル箱ですし。そうですね、働いてる側からしてもドル箱になる。そうですね、しかも朝とか昼ってのは中3とか高3みたいな、いわゆる夏期講習の1科目の単価が高い学年が集中してガーってきて、で夜は中1中2とか、うん、高1高2が来るんで、学年上から順番に授業があるみたいな感じになっていくのかな。そうですね、やっぱ自分が働いた塾でもそういう状況は起こってましたね。特にやっぱレギュラーでいっぱい持ってる人たちは、うん、まあ、算数とか数学が起きやすかったですね。小学校中学校でいろんな学年持ってるっていうのでブワーッと積んでもらうみたいなのが起こってましたね。そうですね、それでも起こるかなと思います。まあ、あとは英語の先生で上位層から中位層下位層まで人気がある先生だと、うん、もうどこの講座に入れても構わないんで、もう英語はバンバン入るみたいな感じですね。はいはいはい、あと理科の先生なんだけど数学めっちゃできますよっていう先生は、うん、数学の 1A2B3 物理化学みたいな振り持てるんで、これでコマがバーッと埋まるって感じですね。こういう方たちは夏期講習中だけで6、70万ぐらい稼ぐってことはあり得るのかなというふうに思います。それで大体なんか年収300超える超えないみたいな話をしてる人が結構いましたね。ああ、そうなんですね。はい、算数数学やってる先生で自分が行った時はいました。そういう、もう社員だと思ってましたもん僕、普通にいつもいるしそうなんですよ、社員よりも早く来るみたいな人いますよねすごい老けてたんで、みたいな、大学生だったの、慶応生だったの、いつも奢ってましたね、その人は。その時の塾長も言ってました、自分は300稼いでたよって。じゃあもう完全に扶養から外れて自分で保険料も払わないといけない感じになりますよね。その後自分はまあバイトしまくって300万貯めるんで、留学前に、まあ、できるんだなっていうのは分かりましたけど、当時は感覚分かんなかったですけどね。ちなみに夏期講習とか冬季講習とかで最高どれぐらい稼いだりあります？あ、僕はないっす。そんなにないですね。中学高校のやつは入れられたことないんで、たくさんちょっとしかやってないんです。栄光に行った時も和製薬科に行った時もほんの少ししか持ってないんで、だからなんかびっしりとかっていうのはないですね。一番多かったのは四ツ谷学院だと思います。なるほど。四ツ谷学院はなんか行ったり来たりいろんなとこ行かされてやったのは覚えてますけどね。別に可愛いもびっしり働いてないし、一番多かったらわかんない、まあ東進かな東進の年俸、まあ、まあお金はねほんと様々ですからね。そういう風になるって人もいれば、別の先生でスロットの方が本業みたいになっててそっちの人の方が稼いでたなんてこともありましたスロット本業塾講師、そうそう、副業みたいな。塾は本当にどんどん減らしてってレアキャラになってましたけど、誰よりも稼いでましたはい、はい、じゃあ2個目ですね。夏期講習の、まあ、塾を届けみたいなものってのは必ずあるんですけど、はい、それを出す時に必ずごねる家庭が一定数いるんですよ。はいはい、そうですね。4月から5月に行く時って来月の塾来るとかって聞かないじゃないですか、はい、気づいたら5月になってるし、うん、気づいたら6月になってるっていう感じだと思うんですけど、夏期講習の時だけ夏期講習来るってこう聞かなきゃいけないんですよ。はいはい、そうですね。で、用紙にチェックさせて、うん、何講座取っていくらでっていうので請求がかかるわけじゃないですか、うん、そう
するとやっぱ特に親が追加でお金を払わなきゃいけないものであるっていう風に認識をするんで、うん、そうですね、破棄講習の受講届は出しませんみたいな風にめっちゃごねるんですよ、うん、ごねられると困る理由ってまあいろいろあるんですけど、うん、まあ、もちろん売り上げが上がらないからとかノルマがいかないからっていうのもあるんですけど、夏季講習の講座の内容が基礎的なところを復習しているところなので、うん、ここで復習をしておかないとまずいから絶対取ってほしいっていうパターンと、通常授業とつながってるパターンがあるんですよ。ありますね、あります、はいはい、7月の夏季講習前に関係代名詞の授業が終わって、なぜか夏季講習の1個目が関係復習みたいな、で繋がってるんで切れると困るんですよ、はい、だから続けて取ってほしいので、夏季講習の受講届けってのは、まあ、基本的にはもう 99% 回収するものであると。ただ1割ぐらいごねます、うん、まあ、そうですね、僕もやってて思いましたね。繋がってるのと繋がってないのあったんで、両方とも教材見て、あ、単なる復習じゃんっていうのはって思いましたし、うん、逆にこれ完全繋がってんじゃん、どうすんのこれ、これ抜かしちゃったら困るんだけどみたいな、両方ありましたね、やっぱ塾で。そうですよね、それぞれあるんで、まあ、どちらにせよなんですけれども、まあ、売上ノルマがあるんで、まあ、出てもらわないとちょっと困るなというのが塾の先生側の一方的な意見でございます。当身の講習講座ですらなんかありますからね、そういうのね、こう3つセットにされてるのありますからね。あ、そうなんですね、はい、だからいわゆる24校のこうセットがあって、プラスで夏季っていうのがあって、講習っていうのがあって、でそこ間挟んで12やって、間挟んで12みたいになんか組む人もいるんで、ここで繋がってたらもう最悪。なるほど、うん、で繋がってない時はじゃあどうなるっていうの で僕は悩みました。どう作るか、繋げるか繋げないかで、うんうんうん、なんか国公立大のやつは夏はだからテーマを変えてっていうのでやりました、ね、繋げちゃうと見なかった人繋がんないからっていうので、うん、なんか夏は抽象度の高いやつみたいな感じで、哲学的なやつみたいなの分けましたけど、これ結構意外と知られてない問題。そうですね、あんまりね予備校とかだとねないと思うんですけど、英語はただ社会はこれ出てきちゃうんで。ああ、なるほど。社会はまあいわゆる戦後史はここでやりますとか、文化史はここでやりますとかっていう先生が出てくるんで、ちょっと厄介。じゃあ、3つ目、はい、いきます、はい。中3と高3で、夏季講習を休みがちな子に対して、ものすごく警戒するっていうのがあるんですよ。はいはいはい。これなんでかっていうと、中3と高3ってまあ受験学年じゃないですか。だいたい夏季講習末で募集終了して、9月以降は入れないっていうところが多いんですよ、はいはい。もちろん最近はフランチャイズも増えてきたので、うん、そんなことなかったりすることもあるんですけども、うん、もう9月以降の入塾は面倒を見きれないんで、お断りしてますっていう塾って、うん、結構あるんですよね。ほうほうほう。なので夏季講習の体験に行って9月入塾をしないと塾移れないですよ、はいはい、なので夏季講習中に自分の塾にいながらも他の塾の体験に行ってるんですね。ほうほう。そうすると授業を休みがちになるんですよ。へえ。しかもこれ親公認なんで、はいはい、親が嘘ついてちょっと風邪なんで休ませますみたいな風に言うんですよね、うん、振り替えもしなくてもいいとかで、あ、怪しいなと思って呼び出して、先生によって聞き方は様々あると思うんですけど、最近大丈夫かみたいな声かけをする方から、僕はもうド直球で、今他に体験に行ってる塾があるんだったら教えて。で、僕は結構ド直球で聞いてました。っていうと、すいません、河合塾に行ってますとか、返答返ってくるんで、じゃあ、河合塾にするの？うちにするの？っていう話をしなきゃいけない。なるほど。へえ。だから警戒心がない教師長はそういう生徒を放置しちゃうんで、結局8月31日で辞められちゃうってのはよくあるんです。僕結構教師長の腕が出るところですね。そうなんだ。へー、初めて知りました。そんな、あ、そうなんですね。本当にもう9月以降は基本的に受け付けてないっていうのが中堅塾が多いんで、ああ、夏季講習を休む人は要注意と。いや、要注意ですね。で、高1高2中1中2とかは休み出すと、それはただ単に塾に行きたくないから退塾するっていう意味なんですけど、高3の場合は他塾に行く、他の予備校に行くっていう意味合いが強かったりするんで、その辺は結構警戒したりしますね。なるほど。問題もいろいろ起こりますからね。人数が多いし、普段の生徒じゃない人が入ってきたりもするので、うん、まあいろんなことが起こりますね。で、まあ河合とかやっぱ人がすげえ並んでたんで、大きい部屋でやるときはもうめっちゃ並ぶんで。ああ、わかります。大変でしたね。僕も河合塾名古屋校行ったとき、9階の部屋だったんですけど、300人入る部屋だったんですけど、うん、もうなんか前で受けたいがためにめっちゃ並んでて、行列は1階の入り口まで
ありました。そうなんですよ。さらにもっと人気があった時代だと、もう部屋用意されますからね。整理券取って、で別室で待機。へえ。西谷先生の時そうでした。あ、本当ですね。そうなっちゃって、何限の授業だったのかな、3限の授業だけど、もう朝9時前からみんな並んでるっていう状況で、これ一体何なんだと思いましたね衝撃でしたけど、まあやっぱそんなのは今はないかもしれないですけど、まあ、それでも僕はあと階段まで並んでるみたいなのは、ハワイでも今でもあるんでね。前にね言いましたもんね、夏期講習まだコンピューターがね入ってない時はね、西先生から聞いた話は、もうその頃はもうただ夏期講習のやって、でお金もらって、それをポケットに入れる受付が言ってましたね、ポケットに入れるっていうので、それでもうパンパンになってて、人数以上いっぱいいて、受講者がで、もうギャイボーナスだっつって受付の人がめちゃめちゃお金持って、むちゃくちゃな時代だからあったとそんな時代もあったと。まあまあ今はもう絶対銀行振り込みで、今はもう絶対銀行のね引き引き今は絶対に銀行の引き落としとして言えない今は絶対に銀行の引き落としですからね、はい、ポケットに入れるってことは絶対できないでしょうけれども、ね、僕はバイトして自分のそのバイト代で夏期講習受けてましたから、ね、へえ。僕は浪人生でコンビニでバイトして、コンビニのお金で行ってました。すごいっすねそうね、冬季講習とかも全部払ってましたね。まあね、高いですからね講習っていうのはいろいろ考えて、取りすぎないように、全然関係ない授業にね出たりとかねする人いますから、あんまちょっともう言えない話ばっかりが今ね、もう頭回っててね、困ったなぁ。なんて言ったらいいんだろう。まあ警察沙汰になることもよくあるよ。はい